夏おどしは、中華民国の軍人。国民革命軍に属し、その一方で新高生派の有力指揮官でもある。北伐、日中戦争、国境内戦などで活動した。旧名は、等しさ。号は、厚青。共振の家庭に生まれる。1910年、厚生陸軍小学に入学し、高生、白、高敷らと、同級、同学となった。 侵害革命が勃発すると革命派の学生軍に加入している。中華民国成立後は南京で当初軍事教育を受け、後に湖北省に移って陸軍第二予備学校で学んだ。1915年、固定陸軍軍艦学校第三期不評科に入学し、翌年6月に卒業している。その後、厚生省に戻り、厚生陸軍で順調に昇進を重ねた。 1924年6月、李宗人、白、高敷、高将ら新高生派が、旧高生派の陸栄亭、陳広市との密どもへの戦いの中で、南寧を占領する。この時に新高生派は、帝葛落地族、貫根軍総指揮部を結成し、当時、李の配下にあった夏脅氏は、内族軍第三重隊司令に任せられた。 夏脅しは新構成派による構成統一戦争に貢献し、構成統一と国民革命軍第7軍への再編がなった後の1926年3月、夏は国民革命軍第7軍第6度々長に任せられた。同年の北伐にも夏脅しは参戦し、湖南省、湖北省方面でご配布率いる北京政府軍を撃破する軍港を挙げている。 翌1927年3月には、安慶にまで進軍し、6月には、助手攻略に貢献、第七軍副軍長に昇進した。間もなく直路連根軍が反撃に転じ、助手を脱回されたため、夏らの属する第七軍は、長江守備を命じられる。8月末に、第七軍は、自家路連根軍と、 孫伝法を率いる軍に攻撃され激戦となったが、夏らはこれに懸命に反撃し、ついに孫軍を殲滅する軍港を挙げた。これにより夏は、第七軍軍長に昇進し、合わせて、南京国民政府軍事委員会委員に任ぜられている。同年、小解析打倒を図る党政治が南京を攻略する構えを見せると、10月から夏、脅し率いる第七軍は、 将の命令により城、高敷式下で迎撃に参加した。夏は、第七軍を率いて、東軍を各地で撃破し、11月には、武漢を攻略、東をゲ野に追い込んでいる。その後も夏は、湖南省へ進軍し、翌1928年1月に、調査を攻め落とした。ところが1929年3月の省桂戦争では、 夏は酒にふけっているところを省に買収された部下の市長たちに放棄され、ほとんど抵抗もできずに家や香港に逃亡するという大失態を犯している。1932年、ようやく夏おどしは、厚生省に戻り、南英軍事学校校長に任命された。その後、国民革命軍第15軍副軍長となり、1933年に同軍軍長に昇進している。 1934年冬、調整中の皇軍を迎撃した。1936年、国民革命軍の再編に伴い第48、軍軍長となっている。日中戦争が勃発し、理想人、白、高敷が最前線に赴くと、夏は、後世水税公所主任として、留守を預かった。1939年、夏おどしは、 第16集団軍総司令に任せられたが、同年、日本軍が後世に上陸してくるとこれを迎撃した、ものの敗退し、11月には、難念を失う。夏は、竹なる家に退き体制を立て直した。1944年9月、日本軍が経林へ向けて進行してくると、その一帯を守っていた夏の、第16集団軍がこれを迎撃することになる。 しかし夏は新興制派の軍を保持するために一部軍勢のみで日本軍に対処し、結局11月に経輪を喪失して西方へ退却した。1945年3月、第16集団軍は廃止され、夏は第2方面軍副司令に転じた。同年5月、中国国民党第6期中央執行委員に選出されている。 1946年に夏おどしは、第8水税区司令官に任命され、暗記省の新興政派軍を率いて、国境内戦に備えることになった。1948年8月、夏は、シナ戦の公認として、暗記省政府主席に任せられ、9月、家中総費副総司令も兼ねた。夏は、軍事統制と行政改革を推進して中国人民解放軍の、 進撃に備えようとしたが、結局、翌1949年3月に、安定まで人民解放軍が迫ったのを見て、暗記症政府主席を辞任、武漢の城、高敷の下に逃れた。その後も新興政派軍は、敗退を重ね、9月には、湖南省の紅葉、法京一帯にまで追い込まれた。この時、長査への反抗に転じようとの意見が同僚たちにあったのに対し、 夏脅しは軍を保って、後世に、いち早く撤退すべきと主張している。結果、新高生派の軍は春巡して高だからで大敗、競輪に逃れたが、この結果に夏は、不満を抱いた。その後も敗退を重ねた新高生派はついに12月に、大陸から追われ、海南島に逃げ込んでいる。夏脅しは後に、香港へ移住した。1975年1月3日、 香港で自動車事故に相死亡した、去年83、ありがとうございます。